たくあんボーイ。どうもボンボーイです。本日はですね、お尻で風船割ってみたい、よいしょということで、本日はお尻でこちらの風船をどんどん割っていきたいと思います。今回なんでこの企画に挑戦したのかと言いますと、ある番組でですね、レスリングの吉田沙保里選手が1分間で123個の風船を割るというギネス記録を達成したんです。なので僕もぜひ挑戦してみたいなと思いました。今回用意できたのが17個という中途半端な風船の数でございまして、こちらの風船をですね8秒で割ったら、吉田沙保里さんの1分間に123個の風船を割ったというねギネス記録の数とほぼ同じ数になりますので、8秒間のうちにこちらにございます17個の風船を全て割っていきたいと思います。これが割れたらギネス達成なんじゃないでしょうか。それでは皆さんご覧ください。